ジョニー・グルエル原作、ラガディアン・ストーリーズ・ラガディアンアンディは、作家、イラストレーターのジョニー・グルエル原作絵本のシリーズに登場するキャラクターで、毛糸の髪の毛に赤い三角の花が、特徴の布製の抱き人形。ラガディアンは、1915年に商標登録され、1918年に、絵本、ラガディアン・ストーリーズとして発表され、 同時に手作りの抱き人形も発売されると大人気となった。シリーズ2作目のラガディアンディストーリーズでセーラー服と帽子姿の弟、ラガディアンディが登場する。ラガディアンアンディはアメリカの国民的キャラクターで日本でも多くの根強いファンを持つ。1915年の誕生以来、ラガディアンアンディのライセンスを取得して販売された書籍と商品は5000万アイテムを超えると、 版権管理元が発表している。原作者のグルエルは、実家の屋根裏で、母親がかつて遊んでいた、古い布の抱き人形を見つける。消えかけていた顔にペイントを施し、ハート型のキャンディを胸に縫い付けプレゼントしたところ、幼い娘のマルセラは気に入りいつも遊ぶようになる。グルエルの恩師であった詩人のジェームス・ウィットコム。 ダイリーの二つのシザラゲディーマンと、リートルオーファンとアニーにある名前を合わせラゲディアン、ラガディアンと名付けられた。病弱だったマルセラに、グルエルは、毎夜娘のお気に入りのラガディアンが登場する、お話を聞かせてやるようになる。ラガディアンと遊び共に成長していく、マルセラの姿を見ていたグルエルは、他の子供たちにもこんな抱き人形の友達がいたら、どんなに素晴らしいだろうと考えるようになり、 デザイン画を描き1915年9月7日、ラガディアンを商標登録。そして、娘に語り聞かせたラガディアンの話を本にして、お人形と一緒に生産、販売するアイデアをシカゴにあるピ会、ボーランド社に持ち込んだ。しかしこの頃、もともと心臓弁膜症を患っていたマルセラは、天然痘の予防接種から感染症を引き起こし、同年の11月8日に13歳で死去。 マルセラの遊んでいたラガディアンの抱き人形は、父グルエルの手元に残った。ジョニーは、マルセラの死後、話をまとめ、挿絵を描き、絵本、ラガディアンストーリーズが世に出たのは3年後の1918年のことである。この絵本にはマナ娘、マルセラも登場。実際には、茶色の髪の毛のマルセラは、絵本の中では、金髪の女の子で描かれている。 ラガディアンのお人形と絵本は、たちまち大センセーションとなった。ラガディアンとラガディアンディが、初めて出会う場面。ジョニーグルエル原作、ラガディアンディストーリーズより、ラガディアンのヒットで、ある女性から、ジョニーの元へ一通の手紙が届いた。その女性もやはりおばあさんから受け継いだお人形があり、この案とそっくり。名前はアンディ。実は、このおばあさんとマルセラのおばあさんは小さい頃、 隣同士で同じ頃にそれぞれのお母さんにそっくりの人形を作ってもらい、それぞれ、アン、アンディと名付けて遊んでいた。こうして、アンとアンディは何十年もの月日を超えて再会する。ラガディアンストーリーズ発売の2年後の1920年、こんな書き出して、アンの弟のアンディが登場するラガディアンディストーリーズが出版される。その後、 アンとアンディは何十冊にもわたる絵本のシリーズとなる。当初、ラガディアンとアンディのドールは、グルエルの家族の手で作られた。その初代ラガディアンの胸には、ハートの形をしたキャンディーが埋め込まれていたようだ。ジョニー・グルエルの息子はアース・グルエルが幼い頃、キャンディを買いにお使いに出されたことを改装している。その後は、以下のドールメーカーがアンとアンディのドールを歴代、作ってきた。 ポーランド社エクスポジション社モーリー社ジョジーン、シャニカーボッカー社ハズブロ社アプローズ社。ありがとうございます。